どうも、ジャーメミアです。今日も対戦ズイキーパーの、対戦やっていこうと思います。まあ、いつも通りね、やっぱりアップを兼ねてから、まあ、オンライン潜っていこうと思います。まあ、というわけで、まあ、だいたい3戦ほどやっていきます。ね、ここか。右下もあったのかな、ケース場所。猿。右下の猿もあったような気がする。まあ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 、最初にしてはかなりいい方だと思う。まあ一番最初ってやっぱりね、鈍ってたりするんだよ。あれ、押せなかった。まあ、ラッキーパネルのキリンを消しに行きましたね、今、最後。まあ、そういうのも意識できる場面だったら意識してる感じかな。ラッキーパネルやっぱ強いんで、アタックとディフェンス両方増えるんで。じゃあ、ラスト。わからない。割とあったね、消す場所。まあ、スコア上は悪くないんで、まあ、いいんじゃないですかね。よし、じゃあオンライン潜っていきますか。はい、今日もやっていきます。25戦25連勝ですから。引き続きやっていこうと思います。はい、マッチングしました。まさぴょんさん、よろしくお願いします。やっぱりここしかなかったか。まあまあまあ、頑張った方だと思うよ。これは結構。配置にしては頑張ったと思う。よしよしよし。やばい、今日もめっちゃ噛んでるな。まあ、勝ったからいいとしよう。はい、じゃあ次。あ、また当たりましたね。同じ人です。よろしくお願いします。
先ほど自然面差でなんとか。よし、最後ディフェンス増えたのもでかいですね。これは強い。よしよしよし。相手のアタックも、まあ大体150ぐらいか。160ぐらいか。まあしっかりね、勝っていくわけと。同じ人と当たるのは珍しいです。割と人口はいる方だと思うんで。で、あと3戦やっていきましょうか。はい、ミーさんよろしくお願いいたします。あ、ここか。わかんなかったよ。キリンだったね。ラッキーパネルだったから、連鎖中に消したかったな。まあ、十分強いんで。お、珍しいですね、相手。アタック、こっちディフェンスが止まったのに、相手が減らないってことは、相手はディフェンスの方が高かったってことだ。珍しいスコアでした。ディフェンス50ぐらいの、あ、じゃない、アタック50ぐらいのディフェンスが60ちょいぐらいだったかな、多分。まあ、そういう時もあるんですよね。ディフェンスの方が高くなるっていう時もある。はい、まあやっていきます。次。まあ割と稀な方ですけどね。はい、キティさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よし。これは強い。ディフェンスが409あるんで、これは強いですね。相手はどのぐらいだろう。ディフェンス70ぐらいか。ディフェンス70ぐらいのアタックが129か。じゃない、139か。まあ、しっかりね、一発で勝っていくとね。順調ですね。今日は割かしいいと思う。はい、失礼しました、と言われて。今日は全体的にいいですよ。そんなに、操作ミスもないし。はい、よろしくお願いします。これラストですね。ディフェンスラッキー。ディフェンスちょっと少ないぞ。大丈夫かこれ。まあ、相手も少ないと思うんで。先に減った方の負けですね。相手ディフェンスがそんなにないのに、あ、でもアタックも120ちょいぐらいか。120の60ぐらいだったかな。だいたい。まあ、しっかりね、やはり勝っていくと、30連勝ですよ。30戦30連勝というね。はい、ケイヤンヤンさん、ありがとうございました。まあ、というわけで、まあ、しっかり、まあね、今回も、
全勝して、まあ、いい感じですね。まあこんな感じで、今日もお疲れ様でした。まあ、もしよろしければね、まあ、チャンネル登録の方と、まあ、評価の方も、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。